はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日ご紹介するのはタングステン T5 PDA と呼ばれるものですけども、 PDA って何かというと、パーソナルデジタルアシスタント、もしくはパーソナルデータアシスタントということで、まあ高機能な電子手帳と思ってください。はい、そんなタングステン T5 ですけども、発売されたのは2004年の10月19日ということで、約14年前なんで、かなり古い端末ですけども、最近またねこういう PDA が見直されて、私もね倉庫からこれを引っ張り出してきました。はい、そういう意味ではね、もうすでに新品ではないし、もう何回かねこの数日使ってるんですけども、改めてね箱の中にしまい込んだんで、なんか開封動画的にねちょっとお見せできたらなということで、一回ねパッケージの中に収めましたんで、この後ちょっとね箱の中を開けてねご紹介していきたいと思います。はい、それではね箱を開ける前にね、ちょっと全体のパッケージをね見ていただこうかなと思います。何色っていうのかな、結構赤に近い茶色なんですけども、こんなねクラシックな色をしております。ぐるっと回すと裏面にはですね、簡単なスペックと、それからね、本体の部分名称なんかがね、示された絵がね描かれております。横はこんな感じです。底面はこんな感じですね。はい、で、上面の方に、はい、あ反対になったかな、はい、ここにタングステン T5 ということで書かれております。はい、じゃあ早速ね箱の中身をね、ご紹介していきたいと思います。はい、それではね箱を開封していきましょう。まあ中古なんでね、もう一回開けてるものですけども、はい、こんな感じで、はい、まず中から出てきたのはこのねリードディスプラストということでね、何が書かれてるかというと、まあ同梱物が何があってね、入ってるのかっていうのと、またねこの電源の、まあ、接続の仕方とかね、同期ケーブルの接続の仕方ね、セットアップなんですね。結構ねこれ大きいね、大きいサッシになってます。はい、こんな感じでユーティリティディスクの使い方とか、まあそんな感じでね、まあファーストスタートガイドみたいなね、感じのサッシがですね入ってます。はい、ここにもねいろいろ部分名称とかね、スタイラスの引き出しとかね、そんなのが書かれたサッシがあります。はい、それからこれがソフトウェアのインストーリングディスク、インサレーションディスクですか。まあこれがね大事になってきます。はい、こんな感じでね、はい、ここにユーティリティのねソフトウェアが入っております。はい、そんな感じですね。それからライフスタイルということで、これは何でしょうね、まあパーム製品のね、こういう商品の紹介カタログっていうんですかね。はい、そんなものが入っております。はい、こんなのが入ってます。はい、で早速ね、本体含めてね同梱物ちょっと見ていきたいと思います。はい、一発目をパッとこう開くとですね、はい、よいしょ、まずケーブルからいこうかな。はい、これがね、充電と通信ができるケーブルですね。同期ケーブル、ここにね、同期するためのねボタンがありますけども、端子の形状はねちょっと特殊なこんな形をしております。見えますかね。はい、こんなね出っ張りがなんか鍵みたいなね形してますけども、ここにボタンがあって、これを押したらまあ同期ができるということで、USB 端子の同期ケーブルが一つ入っております。はい、それからこれが電源ケーブルですね。電源ケーブル、電源ケーブルのね先っちょ、これは本体側につきますけども、これもね非常に特殊なね、形状になっております。はい、マイクロ USB でもない特殊な端子形状ですね。こんな感じになっております。この電源ねがケーブルが入っております。それから本体保護用のねフリップカバーね、これが入っております。表面はこれ合皮ですね。はい、でここのね、差し込み部分がプラスチック、結構軟質かなと思ってたら、今こうね触ってみると結構もう硬くなってますね。経年劣化してるかもしれません。はい、裏面こんな感じで、はい、中古でね、中古っていうか、まあ現在もう新品じゃないんですけど、結構ねいい状態で残してるでしょ。はい、こんな感じでね、フリップカバーが入ってます。はい、で最後に本体ですけども、まあ本体ね さっきまで実は使ってたんですけどね、わざわざこれなんかこう新鮮な感じでこうね
プチプチの中に入れちゃいましたけども、こんな感じでね、入っておりますね、いきます、せーのドーンということで、はい、これがタングステン T5 のね本体になります。じゃあ早速この本体の詳細をね、見ていきたいと思います。はい、それではね本体の方を見ていきましょう。はい、メインのスクリーンがねここになります。ショートカットのボタンがねここにあります。ホームボタンね、それからこれがスケジュールですかね、それからこれがですね、これなんだっけな、これはアドレスかな。でこれはね、ファイルのね管理になります。はい、で表がこんな感じでね、上に、パーム1タングステン T5 というねロゴがあります。はい、横左横はね、こんな感じで、ここにね溝が切ってあるんですけども、ここにねフリップカバーをね差し込む形になります。はい、反対側にはスタイラスペンがついてます。後でねお見せしましょう。上側ここにメインの電源ボタンがあります。それから 3.5 ミリイヤホンジャック、それからね確かねこの辺にね赤外線用のね通信ポートっていうかねセンサーがあったと思います。それから、メモリーカード SD カードね、させるようになってます。今ね64メガのね、SD カードを挿してます。はい、これをね、挿すことによってですね、バックアップがね取れたりできるようになりました。はい、下側こんな感じで、はい、ここにね、同期用のねケーブルを接続するポートがあります。結構ねかなり特殊な形してますよね。はい、こんな感じで裏面はこんな感じになってます。はい、ここがスピーカーですかね。はい、それからここにリセットボタンがあります。なんかね不具合を起こした時はねここをプチッと続くことで、まあ、リセットかけれるということで、はい、パームのロゴがね浮き出しでかっこいいですね。はい、こんな感じになってますね。はい、まあシリアルはちょっと隠しておきましょう。はい、シーマークね、ついてます。はい、はい、こんな感じで、はい、で、このタングステン T5 ですけども、ですね、416MHz のインテルの X スケール PXA270 のプロセッサーを搭載ということで、 320×480 の TFT16 ビットのカラースクリーン搭載ということになっております。じゃあね、ちょっとね、これ電源入れる前に付属のフリップカバーをねちょっと取り付けてみたいのと、スタイラスのね紹介をしていきたいと思います。はい、フリップカバーのね装着ですけども、本体のねこの左のここにね溝が切ってあるんですけども、フリップカバーのねこの長いねガイドレール、これをね、下から差し込んで、まあ、挿入するということになります。はい、それでは入れてみましょう。よいしょ、結構ね経年劣化をねしてるんで硬くなってるんでちょっと怖いんですけど、はい、こんな感じで装着できました。はい、もう見開きのこんな感じのね、パコパコフリップカバーということで、まあ、あの画面をね、傷つけないようにしようと思うと、まあ、こんなフリップカバーがあるとね、便利かもしれません。ちなみに私本体にはすでにね、保護フィルムを貼っております。当時購入して貼ったのがこのクリスタルシールドということでね、このね、保護フィルムを貼っております。よくこれね入れ物ねまだ持ってたなと自分でね、感動してますけどね、これ使った後のね、やつを撮ってましたね。はい、貴重面でしたね私ね当時ね。はい、そんな感じで、で、次にスタイラスですけども、スタイラスねここの右の横に入っております。見にくいかな、ちょっとこのねギザギザのところをねこう指を引っ掛けてね引き出すとこんな感じで、スタイラスねペンが出てきます。先っちょのところだけプラスチックになってて、あとは金属製。はい、で、このねお尻のところをポッポッポッと取ると、先が細くなってて、さっきのね本体の裏側のこのリセットボタンを押すためのね、ツールになっております。はい、こんな感じでね使うことができます。よいしょ、先っちょはもうこれ取れないですね、もう書くだけのものになってます。はい、でですね今現在ですね私はこのスタイラスペンをどうしてるかというと、カスタマイズされたこのスタイラスペンに、ね、置き換えてます。
何が違うかというとですね、お尻の部分は同じですね。ここがよいしょ、取りますとちょっと長いですけどね、リセット用のまあね、ツールになってます。これ長いね、これね、今思うとすっごい長いね。こんなに長かったのかな、びっくりしますね。今見ると新鮮なんですけどね。はい。で、先っちょがですね、カスタマイズされてるのがちょっとね、純正とは違いますよね。はい。黒の部分が多いんですけども、実はなぜこうなっているかというと、黒の部分をですね、こう取り外しますと、ボールペンになっているわけですね。だからまあ本当のメモのね、紙のメモにこう書けるように、当時ね、このボールペン仕様のやつがね、売られてましたんで、今ね、この純正のやつを使わないで、このね、カスタマイズされた方のスタイラスを私は使っております。はい。でね、カバーですけども、こういうねフリップカバーがね気に入らないっていう人は、こういうねハードケースなんかもね、当時売られておりましたね。がっちりガードしたい人はまあ、これに入れると、先ほどと同じようにね、こういうスライダーのねガードレールがね、ガードレールというかガイドレールかな、ついてまして、ここに滑り込ませることで本体を取り付けることができる。なおかつね、予備の SD カードなんかもここに収納できるというね、こういうねハードケースがね当時売られておりました。私もね途中まで使ってたんですけどね。で、裏側にこうねじ込みがあって、これ何かというとね、これベルトにつけるねこういうアダプターがね、ありまして、でここにまあねじ込みましてね、クリップにして、でベルトにつけてると、ベルトでね、横からいつでもこれを取り出せるというね、こういうね、ハードなケースね売られておりました。これをね私使わなくなった理由はね、ちょっとねカバンの中入れてる時にこのハードケースの方が硬いんでね、他のものが逆に気づいたりするんで、ちょっとねハードケースを、ね、使うのをやめました。で、こういうねハードケースね、もあるんですけども、まあ一般的なこういう手帳型のねソフトケース、今これね現在私が使ってるやつですけども、はい、これねパームって書かれてますけどね。感じの手帳型のねソフトケース、でここにいろいろポケットがあってね、ここに予備の SD カードとかね名刺とかね、そういうようなものがまあ入れれるということで、現在は今ねこれを使用しております。はい。それではね電源を入れていきたいと思います。電源はね頭のね部分にありますこの緑のボタンをね、プチッと押せば電源が立ち上がります。もう一回押すと電源が消えます。はい。で、このね主電源を使わなくても、この下にあるね4つのショートカットボタンを押すことでも起動することができます。はい。こんな感じでね起動することができます。はい。これがね、画面になりますけども、はい、今ね個人的に結構ねアプリを入れてるんでビジーになってますけども、はい、この前ご紹介した IBM のワークパッドの白黒と比べて結構カラーなんでね、鮮やかな感じに見えております。はい。で、下側にねこの文字書きエリアがありますけどもね、これなんかもいろいろねこう出したりね、出さなかったりというようなね、こうた画面のね広く使えるね、そういった感じに、ね、切り替えたりもできます。はい。こんな感じでね。はい。それから画面をね縦横の表示をね変えたりね、できます。こんな感じね。はい。これをまたプチってやるとこう戻るとかね、そんな感じになってます。でですね、これの面白いところはですね、この時刻のね、時刻のところをプチッとタップするとね、コントラストの調整だとかね、電池の残量だとかね、それからメモリーのがね、どれぐらい使ってるかなんていうのをね、一瞬にしてね、見ることもできます。それから言い忘れました。このね、タングステン T5 ね、基本はね、英語バージョンなんです。だから日本は使えないんですけども、個人的にはね、日本語化をして使ってます。はい。そのね日本語化して使ってるのがこのね JOS のね、IME とか JOS のね TIT とかっていうね、こういうものを使って、日本語が使えるようにしてこれをね使っております。はい。それからね、バックアップ用のね SD カードを入れれるようになってますんで、こういったね、NV バックアップっていうアプリを、ね、私は入れて、この SD カードの中にデータをねバックアップ取れるようにしております。これでね、パソコンと同期がね仮にできなくてもこの SD カードの中にバックアップを取れるのでね、このアプリを使うことによってポチッと、はい、今こんな感じでね、バックアップをね残してますけども、このバックアップで、
もう一回ねこの本体の方に、ね、戻してきたり、ね新たにバックアップを取ったりするというね、そういうね、ことができるようになりました。で、このねホームボタンの切り替えで、このアイコンの見え方をね縦型にするかね、全体表示にするかみたいなね、切り替えもできるようになっています。はい、あとはですね、今日はちょっともうデモしませんけども、このね、文字書きが、グラフィティっていうね、特別なパームのね文字入力の一筆書きの入力の仕方があるんですけども、前回ご紹介した IBM のワークパッドのグラフィティと違って、これはねちょっと進化したグラフィティ2というねちょっとバージョンアップしたね入力になっております。まあそんなにね違いはないんですけども、まあそういったところでね世代の違いによって入力のね、方法なんかもちょっとアップデートされてるっていうところが違いになりますかね。はい、ちなみにねこのタングステン T5、まあ PDA 一般にそうなんですけども、パソコンとねデータの同期をするのにパームデスクトップっていうねアプリケーションソフトウェアがいります。はい、でこの手の PDA ね、パソコンとのデータ同期にはアプリケーションソフトウェアと言われるパームデスクトップっていうねものが必要になってきます。それをねパソコンにインストールすることで使えることができるんですけども、発売当時はね当然 Windows 10がねまだこの世の中になかったんで、今現在のねバージョンのままのデスクトップね、パームデスクトップのソフトウェアだとこれをね同期することができませんけども、先日ね私ちょっとねあるサイトから最新のパームデスクトップのねアプリケーションを入手すると同時にね、それを自分のパソコンにデスクトップにインストールして同期ができることまで確認しておりますので、今ね現代でもこの古い2004年のこのね PDA データを同期しながらね使うことができております。ただね、その新しい最新のパームデスクトップっていうね、アプリケーション、ユーティリティソフトウェアですけども、ちょっと気をつけなきゃいけないのね、パソコンが32ビットで動いてるか、64ビットで動いてるかということで、私が入手したのは32ビット用のね、やつなんですけども、自分のパソコンは64ビットなんでね、これを使うには、さらにちょっと工夫がいって、64ビット用のドライバーをまた別途入手して、インストールしなきゃいけません。でそれらのソフトウェアはもうねこうパームが古いんで、表サイトには出てません。全てのソフトウェアというのはねアーカイブいわゆるね裏サイトっていうところに、格納されてるんで、それをねちょっとね探してこなきゃいけないっていうね苦労がまあいりましたけども、まあ幸いにして今それねインストールして使えております。はい、その辺のね、この PDA とそれからパソコンとの同期に、ね、ついてはまたね、機会があればねお話ししていきたいと思いますけども、今日はね、こういうね、古い PDA を引っ張り出してきて、まあ、今の現代に活用しようということで、まあ、こんなものもありますよというご紹介の動画にとどめておきたいと思います。はい、ということで今日も長々とお付き合いありがとうございました。他にもねいろいろこういった PDA 持ってるので、もしね機会があればまたね他の PDA もご紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。